自由権利の優勝、榊原康政、徳川四天王の一人、舞台式は本田忠勝以上と評される。武の旗を掲げて戦場を敷く芝継軍の功を立てた神津建林十万石初代藩主。武の旗を掲げた由来は不明だが、無欲無心で戦う意思表示とも、無名の一生でありたいという決意表明とも言われている。姉川の合戦では遊撃部隊として参陣、朝倉軍と対峙した徳川軍は兵力差に押されて劣勢だったものの、本田忠勝の奮戦と康政の側面攻撃が決定打となり朝倉軍を敗走させた。また康政は非常な濃筆家で、家康の書状をよく代筆したりしている。小牧長久手の戦いでは、秀吉は信長の恩を忘れ、織田家の領地を横領しているという内容の激文を書き、戦場の各地に掲示した。これを読んだ秀吉は激怒して彼に多額の賞金をかけたものの、討ち取ることはできなかった。秀吉は和睦後、康政と会った時に激文のことに触れ、当時は腹が立ったが今になってみればその志あっぱれと言って官位を与えた。本田忠勝、井伊直政とは親友だったという。